名古屋行き201便をご利用のお客様にご案内いたします。ただいま名古屋空港は他社機が誘導路上で停止をしているため、名古屋空港の滑走路が閉鎖されております。そのため201便も出発を見合わせております。ただいま入りました情報によりますと、9時45分前後に名古屋空港の滑走路がオープンする可能性があるとの情報が入ってきておりますが、こちらの情報はまだ確定ではございません。また新しい情報が入り次第、7時台のアナウンスにてご案内をいたします。名古屋行き201便をご利用のお客様は大変恐れ入りますが、引き続き7時台にてお待ちください。沖縄名古屋行き201便をご利用のお客様にご案内いたします。本日名古屋空港にて他社機が誘導路上で停止をしているため、ただいま名古屋空港の滑走路が閉鎖されております。そのため201便も出発を見合わせております。当初名古屋空港から9時45分前後には滑走路をオープンできる見込みと羽田空港に連絡がございましたが、最新の情報によりますと滑走路オープンの目処は現時点で立っていないとのことでございます。申し訳ございません。ただいま201便の運航の可否も含めて判断中でございます。滑走路のオープン時間によりましては201便の欠航の可能性も出てきております。次のご案内は10時10分頃を予定しております。名古屋空港へご出発のお客様、ラウンジにてお待ちください。名古屋行き201便のご利用のお客様にお知らせとお詫びを申し上げます。名古屋行き201便は本日名古屋空港にて他社機が誘導路上で停止をしているため滑走路が閉鎖になっており、運転を見合わせておりました。本日201便は運航の目処が立たないことから欠航が決定いたしました。大変申し訳ございません。カウンターにてお手荷物をお預けいただいていたお客様、お預かりしていた手荷物は到着ロビーターンテーブル5番で返却をいたします。またお払い戻し、ご変更手続きをご希望のお客様は一度到着ロビーに出ていただき、再度出発ロビーに上がっていただいた出発ロビーカウンターにてお払い戻し、ご変更のお手続きを承ります。名古屋行き201便をご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、お手荷物のお引き取りは到着ロビーターンテーブル5番お払い戻し、ご予約のご変更は到着ロビーを降りていただき、再度出発ロビーに上がっていただいたカウンターにてお迎えのお手続きをお願いいたします。